サッカーの世界の頂点への道、大事な局面を迎えました。今ゲームが始まりました。ウェファーチャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグ、マンチェスターユナイテッド対レアルマドリード、解説は七海さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。さあ七海さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。何ベンゼマ、この攻防フィジーカル強いですね。ジョン、縦を使います。これはつながりませんでした。ファンペーシースルーパス、これチャンスですよ。キーパーと1対1来た。ファンペルシーへシュートもあります。オフサイドです。ベースに置きに行くチャンスですね。何あげる、いやー来た、香川ゴール。レアルマドリーから先にゴールを奪います。クロスは頭でしっかり決めてきました。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。いいシュートだったと思いますね。まだゲームの序盤ですが得点を許しています。いやちょっと早い段階での失点でしたね。まずは1点取り返すことに集中したいですね。マンチェスターユナイテッドとしてはあそこ抜かれたら決定的な場面になってしまいますからね。今のディフェンスは大きいですよね。ちょっと抜け出しましたね。クリスティアーノ・ロナウド、チェックを受ける、いいパスですね。前半20分になろうというところ、ベイ、ペペ、ケディラ、ファビオ・コエントロ、ベンゼマへ、味方を走らせる、このスルーパスは通りません。ボールを奪えるか、浮かせて裏を狙う、ヘッド、ナイスセーブ。香川、両得点を挙げています。ファンペルシーへ、何、ファンペルシー、ここは通しません。目まぐるしくボールの持ち主が変わる。いやシュートミスになりました。香川シュートチェックされてますからね。バイタルエリア付近でのケアが必要ですよね。30分を
を回ったところです。マンチェスターユナイテッド1点を先行しています。セルヒオラモス、長いボール縦に入れます。あ、今もいい守備ですよ。ナニ、ヘディラ、クリアします。このパス超えるか、ベンゼマ、こぼれてますよ。スローインです。もう一度スローインになります。ベンゼマ上げる、ヘッド、ゴール、レアル追いつきます。素晴らしいクロス、ピンポイント、こういったヘディングシュート焦らずに落ち着いて決めてくるあたり素晴らしいですよね。これを読んでいた、セルヒオ・ラモス、これはクリアします。さあルーニー、どうする、コースが空いたか、とボールはクリスティアーノ・ロナウド、エレーラからルーニー。さあ準決勝、まずは前半の45分を終了します。見応えのある好ゲームです。マンチェスターユナイテッド、前回を含めてここまで相手との得点差はありません。しかしアウェーゴールを決めており、現在優位に立っています。やはり敵地での得点は大きいということですよね。ホーム、はい、アウェー、別の戦い方が必要だということですよね。そうですね。前半を終了して準決勝、さあ決戦、決勝の扉を開けるのはどちらのチームなのか。前半を終え1対1、同点で後半へと折り返します。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。キープできるか、体が強い、ファンペルシー、ファンペルシーからルーニー、アイボール出ましたね。ルーニー、ゴー、マンチェスターユナイテッド、この得点で一歩リードです。磁石のように呼び込まれ、ズドン、ボールが入ってきた時に焦らずにしっかりとヘディング、いい判断だったと思いますね。さあマンチェスターユナイテッド、待望の1点をもぎ取っています。自分で行く、シュート、いや素晴らしい抜け出しでしたね。パスを受けてシュート、しかし決まりません。最後ちょっとキーパーとの駆け引きがうまくいきませんでしたけどね、飛び出すタイミングがバッチリでしたよね。マンチェスターユナイテッドとしては後半の入りに点を取ってリズムが出てきましたよね。今もクリアするのが精一杯ですね。低く丁寧に打ち込んできました。いいシュートでしたね。低いボールはキーパーが抑えづらいですからね。あー、来た、シュート、ゴール、マンチェスターユナイテッド大きな追加点。
フェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。意図的に狙っていったんでしょうかね、はい、それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたり見事ですよね。そうですね。さあマンチェスターユナイテッドリードを2点に広げてリスタート。これで多少余裕ができましたからね、はい、アイデアのあるトリッキーなプレーが期待できるかもしれませんね。そうですね。このパスはキーパーへ。長いボール裏へ落とす。行かせて裏を狙いますがこれは合いませんでした。ファンペルシー、ファンペルシーからルーニー。このボールをカットします。ここはクリアします。オフサイドです。後半22分になろうというところ。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。マンチェスターユナイテッドとしては無理しなくてもいい状況ですよね。相手の受け方で自分たちの戦い方を変えてもいいと思いますけどね。さあカウンターを仕掛けます。マンチェスターユナイテッド2点のリード。チームの調子は非常に良さそうです。これはクリアします。激しくボールの持ち主が変わります。ルーニーサイドを使う。いい形ですね。まだありますよ。ルーニー惜しいですね。悪くないですよ。わずかに右へ逸れました。オフサイドですね。残り15分。マンチェスターユナイテッド試合も終盤に入り残り時間もあまりなくなってきました。このまま行きますと決勝進出です。ベンゼマ、さあカウンターのチャンスになります。いいパス出ましたね。クリスティアーノ・ロナウド、何からファンペルシー。残り10分を切ってきました。ここは読んでいました。ボールはこぼれる。ルーニーからのパース、このボールをカットします。縦にボールを送ります。スルーパス、ゴールに向かっていく。スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。マンチェスターユナイテッドとしてはスペースうまく使ってチャンス作り出しましたね。これを繰り返していけばいいと思いますね。自分で持っていく。ベンゼマに渡る。裏に味方を走らせる。さあどうだ、1対1。セーブ、ね、これ。いい抜け出しでしたね。先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。もう少しでゴールっていう状況ですし、こういった時間帯は大事にしたいところでしょうね。ここで集中力を切らしたくないですよね。さあシュートか。ボールを上げる、触るとボールは中合わせてくるでしょうか。さあ打ちに行くか。
リーシュート、こぼれている、ゴール。マンチェスターユナイテッド、これで3ゴール差になります。カシージャスがこう弾いたボールを正確に押し込みました。セカンドボールを予測してのポジショニングだったんでしょうかね。いい位置に詰めてましたよね。香川、今日2点目です。さあマンチェスターユナイテッド3点リード。いい形ですね。ここで笛です。4対1、マンチェスターユナイテッドチャンピオンズリーグ決勝進出を決めました。さあ七海さん、試合を振り返って一言お願いします。マンチェスターユナイテッドとしては、おーとここまで来ましたね。泣いても笑っても次が最後ですから、悔いの残らないよう全てを出し切ってほしいですね。はい、ありがとうございます。